イギリス式庭園、イギリス式庭園、イングリッシュガーデン、イングリッシュパークは西洋風の庭園の様式の一つ。競技では平面幾何学式庭園、フランス式庭園に対して自然の景観美を追求した広大な園地から構成されるイギリス風景式庭園を指す。この意味の他に19世紀のイギリスで認識されるようになったコテージガーデン。 などの園芸様式を含めて用いることもあり、現代日本において家庭園芸、ガーデニング用語として使われるイングリッシュガーデンはこの流れを組む。イギリスにおいて風景式庭園の着想が生まれ発展を遂げた背景には古典主義の写実的な風景画の影響があったと考えられている。すなわち17世紀にクロード・ローランなどが地中海風景や 古代風建築を描いた絵画が、イギリス貴族の間で流行し、彼らの邸宅の壁に飾られることとなったが、さらに彼らは、壁の絵ではなく、障害の現実風景に、これら絵画のような理想的風景を作り上げることを望むようになったのである。風景式庭園の基礎を築いたウィリアム・ケントが、庭師の経験のない画家だったことは、象徴的な事実である。この流れを受け、 18世紀イギリスにおいて庭園の中に自然風景の美しさを入れようとする動きが現れた。さらにこうした思想をジャーナリストなどの文筆家が主導し理念の形成に寄与した。この時代に最初に成形式の庭園に対して批判を述べているのはアントニー・アシュリーイコール・クーパーである。彼は1709年に記したモラリストたちにおいてあるがままの自然を賛美し、 これを、成形式庭園の美学と、正反対のものとして対比し、人工美の庭園よりも大自然の優美さを称賛した。これに影響を受けた、追筆家、詩人のジョセフ・アディソンは、専門誌、スペクテーターで庭園に関する論説を、執筆、1712年の414号と477号などで、自由と思想性と、自然賛美を結びつけ、 フランス式庭園など伸びした、見通し系の高速性を攻撃した。アディソンは、南欧の庭園を疑似自然であるとし、それらは、著作や神話を題材としたフィクションの自然であると述べ、庭園人、自然風景人を一体として捉えるという試みを提唱し、その後自身が所有する土地に自然を模した庭園を実際に作した。また、同時期、詩人アレキサンダー・ポープも、専門詞、 ガーディアンで1713年に寄せた随筆でトピアリーのあり方について非難し、さらにその非難は成形式庭園にまで及び自然美を賛美した。しかし、ホープが自身の領地で策定した庭園は風景式庭園ではなかった。ランスロット、ケイパビリティブラウン、1716年から1783年は、 イギリスの18世紀大御所風景式庭園の設計者。世界遺産にもなっているブレナム宮殿をはじめ、チャッツワースハウス、ハイクレアカースル、ウボリック城など、ブラウンの設計した庭園。手がけた庭園の数は170超えるイギリスの庭園史に残る造園家である。ブラウンは、それまでの庭園に盛り込まれた気化的整形性や物語性、具位、 神話の世界などを取り込んだ映画性を排除し、イギリス特有の丘陵の地形に滑らかで穏やかな変化を与えた。ビクトリアン庭園をさらに発展させたのがジョセフ・パクストンである。パクストンの最大の功績は、1851年のロンドン万国博覧会がロンドンのハイドパークで開催された際の水晶宮の建設である。また、 イギリスで最初に公園を設計し建設した人物とされる。パクストンは、ウィリアム・キャベンディッシュのチャッツワースハウスの主席庭園技師の地位につき、ブラウンなどの手掛けたイギリス風景式庭園に更新された。19世紀後半から20世紀初頭にかけてイギリスで活躍した女性園芸家、ガートルード・ジーキルは、従来のイギリス風景式庭園に対する、 アンチテーゼとして、自然な植栽と自生植物を生かした造園を提唱した。また、色彩の調和の重要性を解き、花壇作りやウッドランドで実践したカラースキームの手法を発展させ、庭園設計の技法として用いることを考案した。さらに、建築家、エドウィン・ラッチェンスの建築様式と造園家、ウィリアム・ロビンソンの自然式の庭園との融合発展に努め、 コテージガーデンなどに代表される造園手法の源流を築いた。なお、口実の通り、日本の家庭園芸の文脈において、注釈なしにイングリッシュガーデンとの語が用いられる場合、ジークル以降の色彩計画の手法に則っ,って、設計された風景式庭園よりも小規模な庭園の様式を指すことがある。イギリスの植民地とされた地域や強い影響下に置かれた地域では、 イギリス人策定家によるイギリス式の庭園の制作が行われている。近代日本において洋館が建設されるようになると、これに付随して、西洋風の庭園も制作されるようになった。イギリス式庭園をヒントに、芝庭や西洋風あずま屋などイギリスの風景式庭園に見れる要素が導入された。日本に導入されたのは、 ランスロットブラウン以降の館の付近は、成形式で館から離れていくにつれて、風景式になる。また、西洋以外の異国文化の要素を取り入れた、接中式、西洋風庭園として、策定、干渉されることが多い。フランスのベルサイユ園芸学校校長、アンリ・マルチネの設計により1906年に、完成した新宿御苑や1914年に、 完成した向こう離大正天皇の離宮、玄須馬離宮公園庭園は、平面幾化学式庭園、風景式庭園、日本庭園等の要素からなり、当時のイギリスで流行した設計法を用いていることがわかる。戦後日本においては主に観光用として、公共団体や民間企業によって、本格的なイギリス風景式庭園を施行したと称される大規模な庭園。 イングリッシュガーデンを本場のガーデンデザイナーを連れてきて作っているものが増加している。日本においてイングリッシュガーデンとの語が家庭園芸、ガーデニング用語として用いられる場合、色彩計画の手法に則っ,って造園された風景式庭園よりも小規模な庭園を指すことが多い。個人住宅や店舗の庭のほか集合住宅のベランダにも造園される。 色彩計画に従った庭園全体の調和に配慮した造園が行われ、レンガウッドデッキラティスフェンス、屋外家具、テラコッタいった西洋風の装飾品が用いられ、バラが植えられることが多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。